2回最下位取っちゃったら脱落ですよと、はい、聞いてみんな普通うわやばいやばいとか頑張らなきゃとか思うんですけど、あやこはあちょっと帰りたいなありがとうございます。ということであやかのねフィールスペシャル出ちゃった出ちゃってるわ。はいということでプレシャスラブね、それだそれだプレシャスラブね似てるからフィールスペシャルプレシャスラブみたいなもんじゃなくて今出ちゃった。はい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 、ということで今日はねお久しぶり企画何ですか。ナインイズストーリーズはいあやか編です。はーい、ね、だいぶ飽きましたね。そうですね、すいませんということでね、本当に、はい、他のねちょっとタイムリーなものとかがねちょっといろいろあって、まあ、ちょっとね空いちゃいましたけど、まあ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 そんなねまあこのあえて遅れて出すことによって、はい、もう Hulu でこういうのもあるんだ。そうそうあるんやっちゅうわけですよ。わかります？ということでやってみましょう。長いからこの動画もっともっと光るよということでね、あやかといえば、はい、なんかね、はい、リマ曰く最近暴れ出したらしいですらしいですね。らしいですということでどんどんいきましょうデビューが決まって思うことははい、はい、ファンのような感覚らしいです。まだまだそうなんや。さすがになるほどね。だからとファンの前に立ってないので実感はないっておっしゃってました、うん、確かにまだね。でもデビューしてないでしょ。それは知らないね。二次プロジェクトを受けた理由は何ですか。もともと9年間ダンスやってました。はい、で中学校の時に、はいはいはい、K-POP にハマっちゃったんですよ、ひょんなことから。ひょんなことからね、はい、はいはい。で、これを知って受けに来ましたと。シンプル、マジでシンプル。いいのよ、それで王道。それで受かっちゃって、もう今やトップアーティスト、アンブティーラスで、パクさんのね、第一印象が、はい、16で見たね、厳しさがあると思ったんだけど、はい、優しい笑顔によってはい、まあそのええやんちゅうわけですかそうでしょ。雑になってますね僕たち。ちょっとじゃあ何か急がなきゃって思っちゃってるわ。確かに。まあこれもさらっといこうよ。ここはでここでね、はい、地域予選の、はいはいはい、あれがノーカットで見れると。そうです。そうでね、バッガールバッだっけ、バッドガールグッドガールどっちかね、グッドガールバッドガール どっちかどっちかどっちかが見れます。これね絶対見た方がいい。はい、これ絶対です。これ絶対、これ絶対。ただはい、パクさんに言われてしまうんですよね。言われてしまいましたね。あれはビビった。ちょっと言い過ぎじゃないかと。9年ダンスやったとは思えないと。そう、9年ダンスやってこれってことはもう全く練習してないと一緒ですよみたいな言われたんですよ。はい、それ言い過ぎです。ただどれくらいアイドルになりたいですか。切実な夢ですかと言われてもうなずき続けました彩香は。その気持ちからね。はい、でパクさんもそのそれによってそのまあ、見抜いたスター性だったりその切実な思い、もう全てを考慮して実力では落とすけど本来ね、本来ね、ただ家に帰って忘れないと思いますと。頭から離れないだろうと、彩香さんがと思っても合格よっつって。彩香さん合格よっつって彩香さんが評価してるってこと。そう、パクさんをありがとうございますで全部全部見せるよ。アイドルなりたいですかみたいな時にもう食い気味のはいね。はい、もうなりたいですか、はいじゃない、なりですか、はい、アイドルが夢です。早いの、はい、でもそれがねもう思いが伝わってとそうですいうことですよと。そうです。はい、で地域予選でダラダラ踊るんですよ。はい、でそれで最後ねオリジナルパートみたいなのがあったんですけど、その前でね止められちゃったんですパクさんに。もういいです。そう、もうあれもね残酷よね。でもそれも後悔しちゃって、やっぱりもっと練習しとけばそこまで見せれたのにと。まあ、まあ、デビューしたらいいんですけどね、いいね、結果はなんですけど、まあ本当はもっと出したかったということですよ。 でもまあその相対的に見たらそんなまだ上手くないんだけど、パクさんは前の彩香さんを知ってるから前からしたらめちゃめちゃ上手くなってるということで、またいい評価そうですねもらって、まあ、次に進むと。でボーカルテストは TWICE の One More Time。 はい、で、まあ、歌も何も分からずどう練習したらいいか分からないと
でまあ披露したんですけど、やっぱ自信がないと言われちゃうんですよね。あ、まあ、やっぱ実際想定的に見たらね、想定的に見たらやっぱまだちょっと低いので、そうだね、想定的に見たらね、うん、そうだから、まあ自信なくなっちゃうと、他がマコとかが上手すぎて、やっぱりそうだね、そういうの見ちゃうとやっぱ自信なくなっちゃうと。悲しいね。でもここ次ですよ、スター性テスト。これもかましました。かましたね、あやかし、かましました。これはあのテニスをするんですよ、相対、あ、スター性テストでテニスをするんですけど、はい、これもね、見てほしい、ぜひ YouTube でも上がってるの、そのシーンは。ちょっと変わったテニス講座が、ちょっとバカじゃないってやつね。そうそうなんかそう、ストレス発散するときはテニスがいいですよねとか、こんなときは、まあ、見てほしい、それは。いや、ね、見ちゃおう、ちょっとバカじゃないから、それは見てほしい。で、ここであれだよ、え、ここであれだよ、何自分のスター性リアクションしてたよ。ああ、そうだ、スター性評価リアクション、そのもうほんと超ね変なやつなので、スタッフテストが変わったものなので、 それを自ら見せられるっていうものをやらされてたんですよ、彩香ちゃんがね。やらされてで、ちょっと照れながらそれを見るっていう可愛いシーンもあったので、それはもうぜひ見てほしい、ぜひ見てください、本当に。でね、チームショーケース、東京合宿の、はい、あの 2PM さんの Again and Again、はい、っていう曲やるんですけど、その時のね、あの発表前にモモとサナが、はい、あのみんながザッとこに来るんですよね。来てましたね、桃とサナが。でそこでまあもちろん彩香はすごい驚くんですよ、そこまで普通なんですけど、はい、その時にすごい眠かったので現実じゃないように思いましたと。なんて眠いんっていうことですよね。眠かったのでは言わんでいいしなインタビューではみんなあの普通みんな緊張してさ、ショーケース前で、そう緊張してた、どうしようどうしようとかね、 あれこれ考えるじゃん、普通の子なら、はい、彩香は違います、眠いです、スター性、そこですね、そこがスター性です、そこがスター性、本当にね、好きになった、よりここで、俺は眠かったんやっちゅって。でもそれでね、このショーケースで桃とサナ2人に連絡評価されてて、彩香が目に留まりましたみたいな感じで、はい、まあ最終順位14位で韓国合宿に行けると。ギリギリでね、ギリギリで本当にスレスレ、まあなんか選ばれないと思ってるらしいですね、さすがに、はい、自分もなんかいろいろあったので。でまず韓国合宿編ですよ、韓国合宿編夏が嫌いです、はい、彩香は。で理由、これすごいよ、理由聞かれたんですよ、なんで夏嫌いなんですかって。はい、美味しくないから一番そうなもんね、本質です、それが。そう、物事のもうなんか関係ないですよ、食感のむにゅっとした感じで嫌いとかじゃない、関係ない、美味しくない感です。はい、そう一緒です、しかも俺何がナスが嫌いです、なんでですか。あの、美味しくないから一緒です、それ一番良くないけど、正直インタビューで嫌いな理由、美味しくないからはね言ってた、あやかちゃんも言ってた、一緒じゃん、俺一緒です、あやかちゃんじゃんウインクまでは、ウインクまで全然うげんかったのに、ウインクで大爆笑で、今多分すいません、本当にすいません、本当にブーン、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 韓国合宿編最初に集められて、はい、その、まあもう韓国合宿編からはもう残酷なんですよ、2回、最下位取っちゃったら脱落、はい、ですよと、そういうの聞いて、みんな普通、うわやばいやばいとか、頑張らなきゃとか思うんですけど、彩香は、あ、ちょっと帰りたいなスターだよ、もうそこの時点で、ね、あの時眠くて今、あ、ちょっと帰りたいなって思ったのがもうスターです、本当に。 TWICE の Precious Love を、はい、あの披露すると。で、まあ、そのウインクね、このあれがね、あのアドリブというか即興というか、その練習とかではやんないみたいな、はいはい、で今後もなんか練習とかやんないのに、あのいろんなとこでね、ウインクをすると。なんかスッキリかなんかの番組でウインク集みたいなのがあって、十何回もやってました、全部で。実は彩香、実は隠れウインクもうね、そのスタッフもよく見つけたなってところとかあったんだけどもうあれはすごい賞味、賞味ね。そう、はい、次はい。で、まあそのプレシャスラブ終わったら、パクさんね、歌もダンスも成長したと。やっぱその彩香はその元が低いんですけど、その成長率がえぐいってことでどん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 評価されていくんですよね。そうです、そうそうです。では次ね、はい、あの伝説のチームショーケース、はい、サンライズの飲む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 、これね、これもう言わずもがなですよ。そう、これね、すごい可愛いんですよ、はい、で、この時なんか彩香も自分に自信がついてきた頃で、もうほんと生き生きと、そうですね、もうね、これは見てほしい、
これはもうあのぜひねそのリアクション動画もリアクション動画もね上げてるので、ね、ぜひ見てほしい。あのバットがめちゃめちゃ多いです。はい、すいません、はい、すいませんでした。僕らが悪いです。ではそのねもう彩香の途中のね演技にもうあの笑っちゃうんですよ。あのパクさんもフフフハハって書いてありますメモにフフフハハって笑ってました。パクさんはあんまいないよもうフフフハハってもう可愛すぎて出る最上級の笑い方でしょ。フフフハハってそうだよ。だよね。うん。でもうそのね彩香もそのチームがリマとねミーヒっていうそのまあ優等生練習生優等生みたいなもんですよ。その中ではでその2人のおかげでここまで来れたってことでもうすぐ感謝の気持ちを述べてねいい子ということです。いい子ということいい子です。でここでねちょっとかっこいい彩香の名言があるんですけど、はい、そのねパクさんから JYP の信念真実誠実謙虚っていうのもいろいろ聞いて思ったのが努力でアーティストになってみようっていう。何それかっこいい。何それ理解できん。もう超なんかシンプルだけど深そうじゃない。そうかっこいいよね。それはまあ本当にディスじゃないんですけど彩香の立ち位置だったからこそ言える言葉というか。そうよね。そう周りはもう周りもなんて、まあ、別に周りも頑張って努力なんですけど彩香のもうそういうことです。伝わるこれリーってことでしょ。ロックリーみたい みたいなもんです。ナルトとかサスケとか努力してるけどそう努力といえばロックリーみたいなリーですそういうことでしょ。そうでハートビートでもね、はい、やっぱあの初めてのかっこいい系かなやるんですよ。そうだね。で今、まあ、これねもう東京合宿の最後に 2PM やって、まあ、男性のあ同じか 2PM の曲やってたので、はい、これはもう成長した姿を見せなければと思っても頑張ってね練習するんですよ。でも筋トレもたくさんしてまあやると。そしたらもうダンスが褒められます。これパクさんにダンスのラインがもう完璧と。このゾンビダンスの時とかあるんですけどもうそれも完璧もう全部が完璧ですよね。すごいよそれ。でもパクさんにはい可愛いがもうそう僕の素人の僕ら目線からするとなんですけどかっこいいより可愛いが勝っちゃってたね。可愛すぎてなんか可愛らしい。そう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 、まあ、それも長所です。そうもちろんね。では虹の向こうへと連休ハッピーも最後のやつもねまあもうそつなくもう成長した姿を見せはい見事見事ね選ばれたと。で、まあ、虹プロジェクトを振り返ってあの、ね、ステージに立った瞬間が一番楽しいとやっぱりもうそれがねもうスターです。その考えがスターたるゆえん。そうはい。ではどんなアーティストになりたいかっていう質問最後の質問には個人としてはアイドルの基準に沿って実力のついたアーティストになってグループとしては、ずっといつまでも仲良く、はい、世界に羽ばたいていけるアーティストになれたらいいなって思ってますって言ってました。著作権著作権ナイニジェストーリーズの発言著作権発言著作権分かった。はいすいません。それは賠償金払います。一言一句同じこと言ってました今すいません。はいということでね、はい、あの他の人たちも、ね、やってるのであのぜひねそれも見てほしいなと。てかまあ別に僕らのとか見なくてもいいんでプールに行って見てほしいです。そうです本当に。では一応ね、今度ねあのまゆかちゃんのやつもやるのでそれも見てほしいなと思いま すということでチャンネル登録高評価お願いします。今日もご視聴、カムサハムジだということで、もう彩香ってもうあの可愛いということで、次回の動画は TikTok です。 TikTok ね、もう最近ね、あの20慣れてきててね、なんかもうあのひたすらに可愛いっていう動画です。バイバイ。